今回ゴールデンウィークの DIY の第1弾ということで、ディスプレイの、壁掛けにチャレンジしたいと思います。今回のチャレンジは安い金具を買って、この裏の石膏ボードね、それにどうやってうまくがっちりつけるかというところです。で、早速 Amazon で爆安のね、380いくらのアタッチメント買いました。で、試しにね、ちょっと裏側を、外してみてます。ここは簡単に取れたんだけど、で、これで裏の画面側の金具は、まあ、うまくつきました。でね、さすがにね、安いだけあってね、 HDMI ケーブルの高さより随分短くなっちゃってるんですよね。なので、このままだとね、つけられないと。ということで、この高さを調整するために余ってたね、ウッドデッキ作った時に余ってた木を、土台にしたいと思います。で、この厚さが2センチぐらいなんですけど、これをね、3枚重ねるとちょうど、壁につける台としてはいいかなと思うので、3つ、重ねていきたいと思います。木のね、質はまあこれハードウッドなんで、強度的には全く申し分ないです。最後のね、この短いのがすげえ切りにくかったんですけど、なんとか切れました。あと、このウッドデッキの階段として使ってたものを上に持ち上げると、すごくいい作業台になるということが分かりましたね。で、ちょっとね、木が硬いんで、こういった感じで、まあ、固定して、それで下穴を開けていきます。で、そこにビスを固定します。まあ、見た目はね、どうせこれディスプレイの裏に隠れるんで、まあ、どうでもいいです。まあ、とにかく強度をね、しっかりつくように、作っていきます。でね、壁側の金具も一応つけておきました。で、この石膏ボードにね、この重いものをくっつけるにはちょっとね、なかなか私初めてやるんですけど、この穴をちょっと開けて、その中にプラスチックのね、やつを、ストローみたいな硬いやつを入れて、その上にビス止めするとがっちり固まるようです。この外し方ね、分かんなかったんで、ネットで調べました。で、外して、配線をつけて、で、よっこらしょっとはめ込みます。これで、こういった足がですね、これがアフターですけれども、かなりすっきりしました。で、土台もね、まあ、見た目はひどいですけど、まあ、全然強度には問題なくて、まあ、下はかなりすっきりしましたね。というわけで、ゴールデンウィーク第1弾のディスプレイの壁掛け大成功です。